マシエロフの生誕100周年を記念するキッテピオトル、ミローノビチ・マシエロフは、ソビエト連邦の政治家、共産主義者、ベラルーシ人。白、ロシアソビエト社会主義共和国共産党中央、委員会第一初期、ビーツプスク近郊のシルキに生まれる。祖ソ父ソは、ナポレオン軍のロシア侵攻に従軍して残留した、フランス人だという。 1939年からセルゲイ・キーロフ名称、教育大学にて物理と数学を学ぶ。第二次世界大戦の勃発までは物理と数学の教師だったが、白、ロシアがドイツ占領下に置かれると赤軍パルチザンに参加して先行を立て、ソ連邦英雄称号を授与された。戦後コムソモール、共産党において昇進を重ね、1965年には白、 ロシア共産党第一初期、翌1966年にはソ連共産党政治局局員候補となり、1978年には社会主義労働英雄称号を授与される。1980年頃までには闘病中のアレクセイコ水ンソ連邦首相の有力な後継候補者と目されていた。1980年10月4日、交通事故により死去、62歳だった。 ありがとうございます。